はいどうも皆さんおはようございます。こんにちはこんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、診断にて実装されたスケアクローというテーマについて、ご紹介していこうかなというふうに思っています。このテーマはね、どういうテーマかっていうと、課金モンスターが4種類いて、アストラとかこのベロネアとかアクロアっていうのが獣のモンスターなんですね。でこのなんか犬っころ3種類を操るその戦士のライヒハートってやつがいて、このライヒハートくんがこの獣と3体と合体するとなんかそのトライヒハートになるみたいな感じの、まあ、世界観になっています。でこのトライヒハートっていうのがエースモンスターになってくるんですけども、これが何するかっていうと、まずフィールドのモンスターが全部守備表示になると、まあ軍神ガープのなんか守備版ですね。で、フィールドのこのカードが守備表示モンスターが発動した効果を受けないということで、まあリンクモンスター以外の効果であれば全部受けませんと。まあリンクモンスターから受けるんですけどね、思いっきり効果で一旦に一度、エクストラモンスターゾーンにこいつがいる場合、自分の墓地からスケアクローを蘇生しながらスケアクローを持ってこれるっていう超強い効果があって、まあ、死者蘇生をしながら、まあ、サーチできるっていう超強い効果で、ただしこの効果発動したターンは、自分はスケアクローモンスターしか出せないと。まあしたターンなんで、発動する前にいろいろ動いてからスケアクロートライヒハートを全部最後に、出してから、動けばいいから、なんかその前に制約がかかりません。なので今回は、デッキの中に、トライブリゲード、相性いいんですよね、獣族なんでこれらが。なので、トライブリゲードを、混ぜてまして、まあ、最小限にしてます一応。トライブリゲードをやりすぎるとトライブリゲードになっちゃうから。なので、フラクトール、キット、ナーベル、ケラスっていう、まあ、いつものね、この、モンスターたちを入れて、まあ、一応エクストラデッキにもね、シュライクとか、フェルジット、ベアブルムみたいなカードを入れて、一応展開をトライブリゲードで伸ばしてあげて、妨害力とかも上げてあげて、で最終的にはトライヒハートを出してぶん殴って勝つみたいなね感じの、まあそういうイメージをしています。でトライヒハートくんがその展開する効果を持っているから、結構獣がいっぱい出せるんだけど、この獣族たちがねトライヒハートのパワーを上げてくれる。要はねこれ獣族でねトライヒハートをムキムキにして、ムキムキトライヒハートにぶん殴るみたいなテーマなんですよ。でアストラであればなんかそのスキアクロモンスターの種類の数だけ、スキアクロモンスターがなんかぶん殴れるっていう効果とか、あとこいつだったら貫通与えるとかいう効果とか、これだったらなんか打点が上がるっていう効果とか、だから打点上げて貫通させてなんかいっぱい殴るみたいな結構わかりやすいかなっていう、この辺のモンスター並べてぶん殴っていくのがっていう感じのねテーマになっています。でライヒハート君がね、マジックトラップカード一応持ってこれ、あ、イノスでした。スケアクローはね、展開する効果を自分自身で持っていて、このカードは自分のフィールドのスケアクローモンスターの隣か、同じ縦列に出せるよっていう効果が全部あるから、だから結構ね、横展開が結構簡単なんですよ。だからここのレベル3っていう、ギミックを使って、例えば、ケルベーニから、なんかその幻影ムーブとかにつなげてもいいですし、それからまあ勇者ギミックにつなげてもいいですし、いろんなことできるんですけど、今回は鉄獣と組み合わせてるんで獣系の構築になっていますと。でムキムキにするだけじゃなくて、この、ライヒハート君が魔法トラップ持ってこれるから、妨害一応トラップあるんですよ、テーマ内に。でこれを持ってきて一応テーマ内でも妨害が用意できるみたいなね、まあ、こいつが妨害ではないから、受けないけど、効果は受けないけど無効にはしないから、こういう無効系の妨害を構えていくみたいなですね。はい。で一応テルダ誘発とか、もうある程度積んでいて、ランクまでも戦えるように、しております。一番ねきついのはね、レスキューキャットにうららっていうのが一番きついから、まあ、そこだけ注意って感じかな。はい、早速ね動かし方をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。キャットくん来たんだけどね、うららがマジ重いからね、こういう時どうするかすごい迷うんだけどね、僕は上振れを狙う。うおー、レスキューキャット人格効果、シャードだレスキューキャットとかいうモンスターマジでうららクソ重いから、クソ重いですよマジでうららが。だからね、あんまりやらない方がいいんですよね、基本的にはね人格成功したんで世界を終わらせられそうです。でスキュアクローライトハートを召喚して効果と、でエクストラモンスターゾーンにリンク召喚されるとライフォビアっていうフィールドを持ってくれます。これ結構耐えちゃないです、これ耐えちゃない謎の効果で、キットと、ライトハート2体デーリング召喚して、フェルジットで、キット効果、キットで、ナーベル落として、で、ナーベル効果でカードゲーム芸人落として、でカードゲーム芸人さん落としてフラクトール持ってくると。カードゲーム芸人さん全然動画出さなかったけど、なんか何してんのかな今。
でフラクトール特殊召喚でフラクトール効果発動、獣戦士族系のなんかビーストモンスターをリンクできるよっていう効果ですね。これね、これまあ鉄獣使ってる人であればよくご存知かなと思うんですが、まあ、とりあえずベアブルームとか謎のモンスター出してで、とりあえずライフォビア発動してでライフォビア効果で何らかの、ビースト系のスキアクローかまたはビサススタクロスとかまたはライハードを持ってこれる。でビサススタクロスの効果発動を、エクストラモンスターゾーンのフェルジット破壊しながら自身も特殊召喚で、フェルジット効果で、1枚ドロー1枚デッキ戻し、まあ、これでねなんかその手札を安定させたりとかいう動きができたりするんですよね。はい、でライトハート効果でスタクロスさんいると特殊ができて、でもう一回、ライトハートでライトハートをあのリンク召喚していくので基本的には、はい、でもう一回サージが入るという感じですね。でこれ一旦バロネス出して、相手の、まあ、何らかの誘発とかを止めていく。まあもうあれば打ってるけど絶対あれば絶対打ってるけどな。でライトハート一体でリンク召喚してライトハートでライトハートリンク召喚成功召喚と、ですね、ここで次の攻め手のライフォビアを持ってきておくというのが非常にね、あの有能というかね。でベアブルームで手札を2枚墓地を送ると除外されている、ビーストモンスター特殊ができるんで、これで、キットを特殊召喚、はい、で、キット効果発動でここで、4枚ものアドバンテージを失うことになるが、まあ、とりあえず墓地のモンスターをめちゃくちゃいっぱい除外しよう。はい、これでいいですかね。まあ除外コストは正直なんかアクセスとか出すんだったらリンクモンスターの保証とかいいしって感じなんだけど、まあとりあえずいつもなんか適当に除外してる。で協調のシュライグを特殊召喚でシュライグさんはめちゃくちゃもったいないんですけどリンクスターにすることによってアドバンテージが稼げるんで、トライヒハートをリンク召喚していきましょう。さあビーストモンスター3体でリンク召喚現れろ、スキアクロートライヒハート、はっけーで、協調のシュライグの効果発動。シュライグ効果で、デッキからビーストモンスターを1枚手札に加えることができる。はい、これがないらしいから、ベロネアでいいかなんかでいいか。なるほど。打点上がった方がいいな。でだ。アクロア特召喚。で、アクロアとキットでリンク召喚してマスカレーナ。これがね、一応ここまでがまあ基本展開みたいな感じです。で妨害用意していくみたいな。これで一応なんかのその鉄獣の動きをしながら2妨害構えられてるんですね。あのバロネスとマスカリナで。で、スケアクロー、アクロアを墓地から特殊召喚する。この効果使っちゃうとめっちゃ強いんですよ、この効果。これあの墓地から特殊召喚しながら、スケアクロー持ってこれるってクソ やべえ効果なんですけど、これ使っちゃうとスケアクローしか出せないの。この後ね。なんで最後の最後にやりましょう。で、ライヒハートを特殊召喚して、特殊召喚成功時効果で、スキアクローマジックトラップカードを1枚手札に加えながら守備表示モンスター3体とワンドローとかできるよっていう効果、これが強いんですよね。で一応スキアクローノバも発動しといて、でこれスキアクロー墓地から死者蘇生するよっていう効果なんですけど、これ墓地になるとね、あの破壊耐性があるんですよね。スキアクローモンスターが戦闘効果だけされる場合に、まあ、復活の復帰みたいな感じです。はい、でこれで今どういう状態かというと、一応妨害数でいうとウララも含めれば、4妨害あって、でしかもトライヒカートがめっちゃ硬いみたいな、ね、でスクラッチの効果でこれ今あのスクラッチでなんかなんか何らかの効果を無効にできます。なんかのでフロードバロネスの効果によって発動無効破壊でマスカレードで相手のターン中にリンク召喚でグリフォンとかあの出すとトレミアグリフォンとか出すとめっちゃ強いんですけど、これあれですね、バロネス左端に出した方がいいかな。だからトロイメアグリフォンを出す場合はこれ多分一番左端にバロネスを出して、トライヒカートの下にグリフォン出した時にバロネスも効果発動できるようにした方がいいかもしれない。未知の風一回なんかモンスター効果無効にしといたらいいんじゃないかな。ちなみにあのトライヒカート君はあの攻撃表示モンスターが全て守備表示になるっていう、ああこれウララだね。ウララで墓穴打たれたらその墓穴に対してバロネスかスクラッチしてればいいから、これは問題ない。で、ロビーナの効果が無効になる。あー、まあ、旅地だかはいいや。旅地だ
持ってきた地図無効にすればいいじゃないこれ。どうせさ、まあ、旅自宅で持ってくるのこれもう消火器使ってっからこれもうあれでしょ、地図しかないよね。だよね、地図しかないよね。で地図発動して地図効果って言った瞬間にバロネスいいんじゃね。どうせね、なんか素引きしてるとなんかどうせサーチカードに無効を打ったところで意味ないから、発動したカードを無効にすればいいんですよこれは多分。知らんけど。で謎の地図発動 OK、 地図発動も良くて、で効果発動に対して、打てばいいんでしょ俺。バロネス効果発動、これやっぱ左端の方がいいな。あのここでグリフォンとかね言えばもう相手も多分あのあれっすよね、あの不安だりとか完璧できんじゃないこれ。あのトロイメアグリフォンって言えばリンク召喚できないでしょあれ。相手リンク状態じゃないとあの効果発動できないっていうやばい効果だからさ、それは別にいいか、それは別にいいや。60秒しかねえ時間。はい、でイグリンどうぞ、で戻してワンドローどうぞ、どうぞ問題ないです。エレブルズ、なるほど、エレブルズも別にいいや、エレブルズも別にいい。あの数属性の超重毒モンスターいないから意味ない。でレベルを一体リリース少なくすることができても意味がない、意味がない、それ出せないから。アドバンス召喚素材がない、未知の風も使えない、これ活属性の長寿がないので意味ないんですよねエルブルズって。メイフェス終了前 OK、 あれますライザーだからあれ戻してあげればもう勝ちだね。マスカレーナとまあ何でもいいんだけども、まあ、これでいいや。ここねトロイメアグリフォンとかトロイメアユニコーンとか、 なんか好きなやつ出せるんで、まあ、ここもなんかお好みでって感じなんだけど、でトロイメアユニコーン効果とユニコーン効果でノバ切って相手のカードバウンスして、でこれで相手たまらずサレンダー、これたまらずサレンダーよ。完璧、完璧なムーブ。何お前やるな、根性あるな。ライザー1枚で何すんだ相手ライザー1枚で何すんだ相手。まあいいや、これはもう完全勝利なんですけど、バロネス効果発動を相手のカードを破壊していく。でライフォビアの効果も発動してエレブルズも破壊していく守備用紙モンスターがねなんか3種類ぐらいいると、あのライフォビアの効果って相手のカード破壊できるよっていう効果あるんですけど、強いんですよね。でこれでちなみに今、トライヒハートがもうムッキムキになってまして、トライヒハートくん、4200で3連打できます。はい、4200貫通3連打あります今。貫通ねえか、4200 3連打どう、強くないっすか。トライヒハートくんムッキムキでしょ。はい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 、まあまあまあ増殖する G 君が通ってくれたらまあ高校ゲーム参加できますね。はい、ビサススタフラストとかいうモンスターなんかよくわかんねえけどさ、こいつはさ一体この世界観では一体何の何者なの、月夜クロー界の何これはエース、あんまなんか世界観がわかんねえ。なんかあのソロモードとか来てくれればね世界観わかんだけどね。ああ、ちなみに皆さんソロモード結構やってますか。うわ出た、ブランドロールじゃんこれ、やばいんじゃない。ブランドロールわかんないけどさ、なんかあれだよね、なんかあのありえんほどの妨害を、あーうらら来た、なるほど。まあまあでもここにうらら打ってくれたっていうことは次のレスキューキャットは通るかもしれないってことでしょ。わあ、うん、無理かなわかんないな。ブランドロール結構なんか触ったことないんですけど、当たったことは何回かあって、なんかマジであの相手のモンスターフリーチェで除外してきたりとか、なんか魔法トラップカード除外してきたりとか結構強いんですよね。お前召喚ムービーあんのかいっていうね。うん、ブランドロールもなんかちょっと時間ある時に触ってみようかなと思ってるんですけどね。結構難しそうなんですよねあの展開。無限法要とかいう最強カード来た、最強カード来た、あまりに強い。これ最強カード発動してたよこれ。これプランドロール君の効果をね、あの無限法要で無効にしてあげると、もう相手、あの船乗れないから、これ沈没。さあ、これ裏のケアできている。まあでも、裏ら2枚持ちはなかなかない。あ、でもあり得る。けどない。どうしよう、よし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 。オッケー。まあ、あとはもう余裕ですよ。ここまでもう通ってしまったらもうね、世界が終わります。はい。あの、俺、あんまその、トライブルゲードとか使ってこなかったんで、あんまその詳しくないんですけど、なんかこのスキアクローで、まあ今回ね、このキットっていうモンスター採用して使ってるんですけど、このテーマ楽しいね。
展開力すごくて楽しいわ。展開力がすごいデッキ結構好きなんですよね、うん、個人的には。でライフォビア発動、ミサスあるからまあなんでもいいんだけど、なんか獣なかなか持ってきたり、あのトライヒ、トライヒカードじゃねえや、ライヒカード持ってきたり、まあ、ここはまあお好みでって感じですね。まあ、どうせ捨てそうな気がするけど、まあいいや。で、フェリジットでヒットを巻き込んでリンク召喚して、ハカラをマスズメいるから相手に誘発打ってくんねえかな。誘発打ってくれたらなんか全然なんかあんまり相手なんもねえな。カードゲーム芸人落として、でカードゲーム芸人効果発動、フラクトール持ってくる。でフェリジットの効果で手札からフラクトール出して、フラクトール2枚でもいいかもしんねえな、これ手数になるから。やっぱり結局リミット2の理由わかるな。フラクトール、フラクトールは 2枚入れてもいいかもしれん。初動引くと強いし、まあ全部天気を入れるほどじゃない気はするけど、ぶっちゃけ、うん、そうするとなんかもう鉄人でよくなっちゃうからあれだけども、まあ、とりあえず僧侶の効果使ってお帰り願いましょうか。お帰りいただく感じでいきましょうか。僧侶くんの効果で、あのこれフリーチェーンでね、あのなんかバウンスできるんで、これもなんか普通にその先行で出せば妨害になるから、うん、強僧侶ですね。でビサススタクラスト効果とフェルジット破壊しながら自身を得しようか、過去レベル6チューナー。これがね、レベル6チューナーっていうのがマジ強くて、レベル6チューナーでフラクトールがレベル4で、あとライヒカートもレベル4なんですよ。だから、バロネスがかなり作りやすいです。はい。このビサススタクロスト自体は、出張性能ありそうですけどね、なんか、いろんなことができそうな気はするけどな。うん。破壊でしながら特殊ができるんですけど、この破壊するときの効果、自分のフィールドのモンスター破壊できるからさ、なんかそういうなんか効果を持ったな。例えばその、まあ、もう思いっきり出だけど破壊できとかね、なんかそういうなんかデッキと相性がいいんじゃないかなと思ってるんだけど、まあ、とりあえず1回バロネス作りに行きましょうか。スタクロストとフラクトールでバロネスを作ってね、もうこっからはね、効果向こうの効果使えるからバロネスが、だからまあ相手のね、誘発やら、まあ、何やらがまあケアできるかなっていう、まあそんな感じですね。でスキャークローノバは死者蘇生の効果を持っていて、でこれで展開力を、あれ、あライハートが獣じゃねえからか、ホームスなんだよ。あれだっけ、もうあそうか、戦意速だからリンク素材できないのか。まあちょっと死者蘇生するわ。あぶねえ、よかった、死者蘇生持ってきといて。死者蘇生して、獣特殊して、獣3体をリンクスワにしないと出せねえやつがいるので、まあ、ここと、ここと、ここですね。よっしゃ。で、スキャクロー、トライヒーハート。で、全員守備になる。全員が守備になる。で、トライヒーハート効果。アストラを蘇生しながら、打点持ってきて、で、打点出す。OK。これで、4200、3連打。バトルフェイズ、ゴー。これ、どう考えても、木村テック、オーバードラゴンとかやるグーレンダーが簡単そうじゃない、このモンスター。トライヒハートでグーレンダーしてみたっていう動画できそう。まあレスキューキャットは来ているがって感じだな。レスキューキャットは来ているが、まあちょっと誘発そんなに入れてる枠じゃなくて、鉄獣のギミック返ってるから、まあもうちょっと純正でね、まあよっ、組んだら多分もうちょい誘発多めに詰めるかなと思うんだけど。出た、サンアバロンじゃん。なんか最近動画のコメント欄でさ、サンアバロン使ってくださいおじさん、なんか定期的に現れるんだよね。植物リンクめちゃくちゃ展開力すごいから、ちょっとどっかで使ってみようかなと思ってんだけど、このテーマもマジで展開力がえげつないから楽しそうではある。ただサーバーのちょっと見た目があんま好きじゃなくて、アロマとかは結構好きなんだけど、サンガバロン見た目あんま好きじゃなくてね。サーバロンさんの好きな方ごめんね。なんか、ち
とね、あのかっこよさみたいなのはあんまないかなっていう気はしていて、ディスじゃないですよ、サーバーのディスじゃないですけどね、はい、あの効果はめちゃくちゃ強いし使ってみたいなと思ってるんだけど、はい、なんかねちょっとあの独特な見た目をしてますよね。あーやばい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 、これはやばいことが起きてる。展開長っ、もう5分ぐらい長回してないよ一人で。これすげえなこのデッキ、誰だよお前、お前誰やねん。もうテキスト読む気も大きい。ああどっか行ったなあこれ、なんかすごいな、リンク4とリンク4使って、え何この人、これはサーバロンなんだ。でなんかベンガランですとかいう意味不明な効果によって、なんか何してんのこれ、え何また出てくんの、やばいな、よくわかんねえけど強えな、なんかなあ、わからんこと起きてる、ガチでわからんこと起きてる。ザボークローザーはやばい、待ってサボークローザー、えこれあれだ、結界像だよねこれ確か。サボークローザーはやばい、ちょっと待ってくれ、ほいっこれどうすんの、これさレスキューキャットとりあえず召喚するけど何もできないですよね。サボークえ何の効果、自分のメインページに相手フィールドのポカモンスターを出しとって強っ強っ、ええ何も光んないんだけど何も光んないんだけど、カード嘘強いんだけど、何このデッキやばくない、やってること